ジョン・ギルバート、1897年7月10日から1936年1月9日は、アメリカ合衆国ユタ州ーーガン出身のハリウッド俳優。単成な顔立ちで、サイレント映画時代に活躍した典型的なアメリカの二枚目俳優。芸能一家に生まれ、1915年に映画デビュー。思い出のおかえで、メアリー・ピック・フォードが、 相手役に指名したことから知名度が上がり、1921年にフォックスフィルムと3年間契約を結んだ後、1924年にメトロゴールドウィンメイヤーに移る。ビッグパレードなどの大作に起用され、当時人気俳優だったルドルフ・バレンティノと肩を並べるほどの人気スターとなる。特に1926年、肉体と悪魔で共演したグレタ・ガルボとは、 私生活でも恋愛関係にあったとされ、結婚までは結局至らなかったものの、ファンに最高の美男美女カップルと呼ばれた。やがて陶器映画時代に入り、大作ミュージカル、ハリウッドレビューに出演するが、スターとしての風格に似合わぬ噛んだかいキーキー声が観客の失笑を買い、人気は急降下。ガルボとの5年ぶりの共演となるクリスチナ女王に再起をかけたものの、 トーキーに順応していたガルボとの格の違いは明らかで、彼のキャリア復帰までには至らなかった。その後は仕事もほとんど途絶え、1936年1月9日、アルコール中毒による心臓発作で死亡した。25万ドルの遺産の内大部分を最後の妻であるバージニア・ブルースと彼女との間の一人娘、スーザン・アン・ギルバートが相続した。ジョン・ギルバート・デッド。 the, バンクーバーさん p1, http コロンスラッシュスラッシュニュース .google.com スラッシュニュースペーパース id イコールレイプブラボジアンドシドイコールアイヨンナーバジアンドピコグラムイコール1649 70万4784アンド dq イコールジョンギルバートハートアタックアンド hl イコール en 2013年4月8日閲覧 upi バージニャブルース 72、アクトレスポートレードジーゴーフェルド賞がある。nytimes.com。2015年8月12日閲覧。ありがとうございます。